はい、どうもこちらロクドロールです。今回は 3D ペンでこちらの妖怪がっつけを描いていきたいと思います。おいしょ、こんな感じ。 3D ペンの詳しいことは前回の動画で出していますので、それでは作っていきたいと思います。髪です。まずは髪の毛的なところから顔に入り、うわもう熱気がすごい。手で一旦ここで止めます。よいしょ。まあ 3D ペンとはこういうものです。はい、こういうもの。よいしょ。次に足をから手に突入。いい感じにできるかな。ここで一旦止めます。うわなんか変になっちゃった。うえい。それでもう一気に髪から、なんか変になっちゃった。はい、ちょっとここら辺がちょっとか溶かして切ります。はいこんな感じです。そしたらちょっとここを使ってマント、あーなんか変になっちゃった。よいしょ。はい、マント熱できちゃえ。で、この木のところ大変熱くなってんで出るので気をつけてください。アブドウ変になっちゃった。コツをつかまなきゃやっぱ難しいですね。はい、なこんな、うおーあはは、ここはなんかこんな感じです。初めての割にはまあまあって感じですかね。はい、じゃあちょっと修正します。はい、まあこんな感じでガッツ系どうでしたか。意外と初めてにしてはいい感じに作れたんじゃないかなって思います。他にもちょっとあとでまた温めて固定しなきゃな。暇だったんでキックボードとかいろいろ作ってみました。ああ、さっきまで良かったのにな。はい、こういう感じ。持つところが、ぐにゃぐにゃぐにゃ。まあ、これ、意外と気に入ってます。こういうのをここにバーンってやったら、もうなんでこれガッツケすげえな、みたいな感じになるでしょ。ここにもう穴とかつけたら、ストラップにもなりますね。自分オリジナルの 3D なこと、おーい。3D をやってみてください。それでは、さようなら。はい、まあこんな感じで、もしかしたら他にもうなんか作る動画とか、作ったよっていう動画をあげるかもしんないので、それ、もしだったら、見ててください。それでは、バイバーイ。じゃんけんぽい。グーでした。また見てねー。3D ペン。